逆転の現象、ジャニーズ事務所の音楽番組排除の影響と金プリの未来。山則幸ゆき新社長らが出席した9月7日の記者会見以降、ドミノ倒し状態でスポンサー離れが起きているジャニーズ事務所。この影響で同事務所所属タレントがテレビ各局の大型音楽特番から一斉排除される可能性が浮上している。 恒例の大型音楽特番といえば、嵐相馬正樹が司会を務める、FNS 歌謡祭り、富士テレビ系、同桜井翔が司会の、ベストアーティスト、及び、ザ・ミュージック・デイ、共に日本テレビ系、時を国分大地が10年にわたり司会を務める、テレ東音楽祭、テレビ東京系、などがある。 出演アーティストのうち3割近くをジャニーズグループが占めたり、ジャニーズの特別コーナーを設ける番組もあるため、ネット上では、ジャニーズ祭りなどと形容されることも珍しくないようだ。 高視聴率を叩き出すこともある大型音楽特番だが、9月23日付のスポニチアネックスは、国部がテレ東音楽祭を降板する方向で最終調整に入っている、と報道。スポンサーがジャニーズタレントの起用に難色を示したことが関係しているとみられ。 国分のみならず、他のジャニーズタレントもキャスティングから外される可能性があると伝えている。CDDV ライブがジャニーズ外しの裏で、平野仕様に期待。この報道を受け、ネット上のジャニーズファンからは、ジャニタレがテレビで新曲をプロモーションできなくなったら辛すぎる、と悲痛の声が続出。 しかし、音楽番組におけるジャニーズ外しの動きは、やはり、テレ東音楽祭だけではないようで、10月9日にたくさん時間半に渡り放送される音楽番組、c d t v ライブ、ライブ、TBSK の出演アーティスト9組の中にも、現時点でジャニーズタレントの名前はない。 同番組は今月4日放送会にスノーマンや何は男子、18日放送会にアンドラチェリー、堂本剛とやセクシーゾーンが出演していただけに、ネット上では、こんなのジャニーズに対するいじめだよ。TBS はこれまで散々ジャニーズ人気に乗っかっておいて、手のひら返しすぎ、と息通りを隠せないジャニーズファンも参見される。 このようにジャニーズファンの間で不安が広がる一方、音楽番組への出演に期待感を募らせているのが、元キングピンス以下、キンプリ、ヒラの仕様のファンだ。 平野仕様の戸部デビュー曲、リンハタが匂わせか、滝沢秀明氏が設立した戸部に7月から加入した平野は、今月23日に BTS などの振り付けを担当する世界的ダンサー DA アッターとのツーショットをインスタグラムに投稿。この翌日、今度はリンハタが平野の投稿を引用しつつ、ストーリーズに平野仕様ンの皆さん、任せて、 と意味深に綴ったのだ。リーハタオといえば、昨年6月にミュージックビデオが公開されたキンプリの大ヒット曲、一番の振り付けを手掛けたことから、ジャニーズファンからも知られる存在に。そして、今回の彼女の意味深投稿を、平野との再タックを案に予告している、溶け取る平野ファンもいる様子。また、元キンプリ神宮寺優太と同時に飛べ入りを果たした平野だが、 今月末をもってジャニーズ事務所を退所する同期しゆうたの合流を待ってから3人でのグループ活動を発表するのではないかと予想するメディアも見られる。 そうなると今後、金プリの現役メンバーである長瀬門と高橋山が11月8日発売のニューシングル、愛し生きることマジックワードをプロモーションをテレビで満足に行えない一方で、平野神宮直士によるユニットが林旗への振り付けを引っ提げて音楽番組で大活躍する。という状況も考えられるだろう。ジャニーズ忖度によって、長らく、 ジャニーズ事務所を退所したヤメジャには音楽番組に出られないというのが通例であったテレビ業界。今後は逆転の現象が起きるかもしれない。